デビューから全部アルバムを持っています。ありがとうございます。もちろん12月6日発売のアルバムも予約をしています。で、一番私と好きなアルバムがリスキーなんですが、プロモを見たり全体の曲の流れはこのイレブン、私の中で一番のアルバムになりそうな、そんな予感がするんです、というね。素敵ですね。嬉しいですね。毎回毎回これが一番というのがだったらね、最高ですよね。まあ、作り手は大体そうですからね、いつもね。そりゃそうですね。常に今の状態です。でも今回のテーマは競馬なんですか？テーマは競馬じゃないんですよね。競馬だったら困りますもんね。てかやっぱりこのジャケットを見てとか、そういう、そうですね、皆さんやっぱりよっぽど気になるんですね、この馬っていうのがね。あれどうしてかなと、これはこの競馬場なんですか？競馬場です。そうでしょうね。競馬場ね、それ馬にホットパンツというか短パンの女性、カーボンハットをまあかぶっている女性がこう馬に乗っている、はい、まあ、そこにビーズイレブンと書かれているそんなジャケット、はい、どうしてこんな風になったんですかね。どうしてって言ったら素晴らしいんですけどね、なんでこの馬になったんですかね。このビーズイレブンという、ね、はい、馬のようにこう疾走したいなと。ああ、なるほど。そのまんまじゃないですか。スピード感あふれる。そう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 。でもね、ビデオなんか見てましても、車に乗ってたりとかね、なんか乗るものがお好きなのかな、好きですね、という感じですね。いろんなの乗ってますよね。ね、乗ってますよね。はい。